やっぱり白石麻衣さん可愛すぎますということで、レンジャー、こんにちは、レンジャー鶴田です。今回の動画は現在放送されているテッパチというドラマですね、陸上自衛隊を舞台としたドラマの第2話の感想についてお話をしていきたいと思います。私自身ですね、7年間陸上自衛隊に勤めた経験がありまして、ドラマの中の理想の世界と現実のリアルな自衛隊生活の、まあ、ギャップとかですね、ドラマの、まあ、ちょっと見どころはこんなとこかなというところですね、皆さんにお話できたらと思います。このチャンネルは自衛隊に関する動画をたくさん上げていますので、気に入っていただけた方はいいねボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。第2話ということで、第1話で最後に主人公の国生博が辞めると言って、まあ、出ていこうとしました。でそこで、中隊長の辞め三佐がですね、そんなことじゃまあダメだと思いをですね、まあ、訓練にぶつけてみろということで、まあ、今回ですね、新井隆二っていう同じ班のライバル的な存在の人とですね、体力検定で、勝負をするということだったんですけど、結果としては、最後の最後 3000m 走でこけてしまって負けましたね。体力検定、腕立て伏せ、腹筋、これが2分間で何回できるか、そして 3000m 走何分かっていうところで、2人ともですね100回以上やってたと思うんですけど、2分間で100回以上できる人はもうほとんどいなくて、多分もう何百人にの中で数人ぐらいですね。私自身も、身体の時は腹筋腕立て120回ぐらいはやっていました。なので、まあ僕はずっと身体の時からですね、体力検定1級を維持して、体力基礎っていうのをこうつけれるんですけど、そういった意味では、2人は、みんなの中でも体力もトップクラスだなという印象でしたね。その後にですね、いろんな、メンバーの昔の回想シーンというか、入隊をするきっかけなどについて今回あったんですけど、みんな印象としてはもう人生終わりだみたいなところを、やめさんさがそこをこう自衛隊に入ることで救ってあげるよみたいなことがかなり多かったと思うんですけど、まあ周りの入ってくる人たちはですね、かなりの割合でまあ国防というか人のために何かやりたいみたいな思いを持ったですね、とてもポジティブな志望動機という人がかなり多かったです。私が入った時はまだテストですね、名前を書けば入れる時代だったので、別にもうやりたい仕事がないからとりあえず自衛隊に入るみたいな人たちもたくさんいました。で僕が入ってから5年ぐらいしたらですね、就職難が訪れまして、大学生たちが就職できないから自衛隊に行くっていうことで、そういった意味では一時期大学生がかなり入った時期もありましたね。次にですね、やっぱり気になる佐久間兄、白石麻衣さん演じる佐久間兄と主人公の国生博のシーンとしてですね、まあ、ちょっと今回の第2話ではちょっと佐久間兄、なんか国生のことちょっと気になり始めてるなっていう感じがあったんですけど、新隊員と幹部が恋に落ちるなんてことはまあほぼゼロに近いと思います。でもまあ結構いい感じになってきてて、あとは朝ランニングをしてる時にぶつかっちゃうみたいなこともありましたけど、すごい見渡せてるので、まあぶつかることもまずないよなって思いながら見てました。でまあ最後に今回ですね、今回やめ三佐が全員やめさせずに新隊員教育を終えたら自分の行きたい部署にですね行かせてくれるんですよねみたいな話をしてましたけど、まあ、実際そんななんかこの条件を提示してその行きたい部署に行けるとかっていうのはあんまりないかなっていうのは思いますね。ただ成績次第では希望のところに行けるような、まあ幹部の、まあ、道っていうのもあるので、まあ、そういった意味では、まあ、半分合ってて半分あんまりないかなという感じでしたね。で最終的には隊員クラブですね、ここめちゃくちゃ気になったんですけど、新隊員の頃は隊員クラブは使えません、絶対に行けないようになってます。まあお酒を飲むなら本当に週末外出をして、お酒を飲むっていう感じです。今は多分違うと思いますけど、僕の頃は18歳まで成人の年齢引き下げられましたけど、20歳からしかお酒飲めなかったんですけど、僕の時は
もう18歳の人がほとんどでしたけど、全員お酒飲んでましたね、これは。これは昔の話です。はい。で、最終的に、武藤っていうね、あの、19歳の犯人が、まあ、お父さんを刺し殺したんじゃないかということで、まあ、そこもちょっと違和感ありましたね。前科ありの人って、まあ、正直多分自衛隊入れないので、ありえないよな、という感じでは見てました。なんだかんだそういったところは多分調べられて、まあ試験が行われると思っています。といったところで、次回ですね。まああの、武藤が辞めるみたいな話もありますけど、とにかく僕の中ではやっぱり、自衛隊の中ではあまりない恋愛ストーリーっていうところがちょっと気になってます。ありえないからこそ、どういう設定にしていくんだろうっていうのは気になってますね。あと最後に、タイムクラブでも女性自衛官なんか3名ぐらいですね、入ってきてましたけど、あの子たちも可愛かったですけど、自衛官で可愛い人は100人に1人いるかいないかぐらいの確率なので、そこだけはそれが現実なんだなということで、思っておいていただければと思います。それでは第3話、楽しみにします。